AOSS 設定済み無線親機に iPhone を接続する方法。無線親機は AOSS 設定で Android スマートフォンと無線接続された WHR-HPG を使用しています。バッファローのトップページの右上にある検索枠に5100を入力し検索します。該当する OS の設定ツールを選択します。今回は Windows 7です。使用許諾契約に同意してダウンロードするを選択します。下段に登場したメニューから実行を選択。次へを選択します。同意するをチェックし次へを選択します。インストールを選択。インストールが完了しました。スタート選択。すべてのプログラムを選択。バッファローを選択。エアステーションユーティリティを選択。エアステーション設定ツールを選択し起動。次へを選択します。目的の機器を選択し次へを選択。設定画面を開くを選択。パスワード解説のページで OK を選択。ユーザー名とパスワードを入力し OK を選択します。 WHR-HPG の出荷時の設定はユーザー名が ROT、 パスワードはなしになっています。WHR-HPG の設定画面が表示されました。 AOSS と WBS が共に青色の場合、 AOSS が設定されていることを意味します。 AOSS を選択します。 AOSS で設定された SSID と暗号化キーの確認。現在使用中と表示されている SSID と暗号化キーが使用されています。SSID と暗号化キーの内容をマウスでドラッグした後、右クリックしてコピーを選択します。コピーした SSID と暗号化キーをメールで iPhone に送信。宛先件名を入力し、本文で右クリックして貼り付けを選択し、先ほどの SSID と暗号化キーをコピーします。送信します。iPhone が受信しました。メール内容を確認します。メールの内容をコピーします。メモを起動します。コピーした内容をペーストして貼り付けます。暗号化キーの部分のみを選択しコピーを行います。設定を選択し無線接続を行います。 Wi-Fi を選択します。
この WHR-HPG の SSID を選択します。コピーした暗号化キーを貼り付けます。右下のジョインを選択し接続します。接続が完了しました。サファリを起動し、無線でネットができることを確認します。ネットができることが確認できました。